こんにちは。こんにちは。はい。このチャンネルで、もうおなじみの年次物です。はい、AirPods だ。あ、本当だ。AirPods にしてる。やっぱね、音声とかいろいろあるらしいな。そうなんですよ。ちょっと私がこの USB ケーブルのマイクを使ってるので、ちょっとやっぱ品質、うん、音質が良くなっちゃうので、その分、まあそうだな、ね、レベルが豊さんと私で変わってきちゃうので、今日はちょっと AirPods の方で、はいはいはい、豊さんの音拾ってやってみよう。はい。ちょっと申し訳ないね。皆さん聞きづらくて。ね、すみません。ね、申し訳ない。もう本当快適に聞こえるように。調整しましょう、ね。まあ、これからもちょっと調整していこうな。はい。ただやっぱこういうグッズが、はいはい、今すごい売れてるらしいですよ。はい、いや、そりゃそうでしょう。うん。もうね、このご時世だからね。そうですよね。で、まあその話はちょっと置いときの、はい、今日は1986年です。はい、はい、はい。ね、はい。年次物。年次物偶数なんですけれども、さあこの年、はい、セリーグ、パリーグそれぞれ優勝したのは豊さん、どこでしょう？まあ、広島と西武だよね。うん、正解です。そうです。広島が優勝。ただジャイアンツ、2位のジャイアンツとゲーム差ゼロだったんですよね。はい、ああ、結構やっぱ上位は競ってたよね。うん、1位と2位は競ってました。ただ阪神、3位の阪神になると 13.5 ゲーム差。で、4位に太陽がいます。やった、ちょっとずつ順位が。いやいやいや、うん、続かないんだよ。なかなか4位っつってもな、はい、4位っつってもなんだこれ。中日と並んでます5位の。ああ、なるほどね。はい。でこの年最下位がヤクルトだったと、セリーグは、はいはい、でパリーグは西武ライオンズが優勝で、2位の近鉄とは 2.5 ゲーム差でした、はい、で3位が阪急、はいはい、4位ロッテ、5位日本ハム、そして6位が南海という順になっています、はい、日本シリーズを制したのは西武ライオンズ、3年ぶり6回目ということです、ね。まあ、秋山がバク転やった時かな。それが86年ですか？じゃなかったかな。あ、子供ながらにすっごい覚えてますもん。どんな選手が活躍したかざっと見ていきますと、はい、まず、最優秀選手はセリーグが広島の北別府、そしてパリーグは西武の石毛、はいはい、で最優秀新人が広島の長富で、パリーグは西武の清原、はい、セリーグ、パリーグともに三冠王がセリーグはバース、うん、パリーグは落合、はい、すごいですね。まあね、すごいよな、うん、はい。盗塁王はセリーグ太陽の屋敷、中日平野、はい、この2選手が一緒に48個でタイトルを取ってます、はい、で、パリーグはロッテの西村、はい、で、うん、ピッチャー最優秀防御率は広島の北別府 2.43 で、パリーグは阪急の佐藤義則 2.83 と、で最多勝利も北別府、広島の北別府で18勝、そしてパリーグが西武の渡辺久信さん、はい、渡辺久信入ってきた16勝。いや、すごかったね。やっぱ投げっぷりがいいピッチャーだったよね。うんうんうん。で奪三振は太陽の遠藤185個、パリーグは西武の渡辺久信178個、はい、で最優秀救援投手は太陽の斉藤明夫、そしてパリーグは近鉄の石本となっています、うん。まあ、石本も良かったからね、全く打てなかったもん、パリーグの選手が。あ、そうなんですね。あ、やっぱりそうだね、うんうんうん。じゃあベストナイン見ていきますか、ね、はいはい。セリーグは、ピッチャー北別府、キャッチャーは達川、そしてファーストバース、セカンド篠塚、サードレオン、ショートが高橋義彦、そして外野手がクロマティ、はい、山本浩二、吉村で、パリーグは、はい、ピッチャーが渡辺久信、そして、キャッチャーは伊藤勤で、ファーストがブーマー、セカンド辻、サード落合、ショート石毛、外野手が秋山浩二で、近鉄の新井、ロッテ横田、そして DH が阪急の石峰とい う顔ぶれになっています。まあさ、ちょっとこの中で一番気になるのはさ、はい、まあ先ほどからね言ってる、うん、まあバースと落合さん、これがさ最高出塁率がさ、バースが4割8分1厘、はい、で落合さんが4割8分7厘なんだよね。おお、本当だ。はい、ほぼ5割なんだよ。すごいですね。やばすごいね。この最高出塁率が5割っていうこの凄さっていうのは、これ、うん、2回に1回は出てるっていうことでしょ、塁に。
ほぼほぼ塁に立ってるってことで、勝負を避けられながら、うんうん、ホームランも打点も取ってるっていうことだよね。さ打率に関しては、はい、フォアボールだったら下がることもないし上がることもないんだけど、うん、だけどそれさ勝負を避けながらこの数字を残してるっていうのはすごいよね。三冠を取ってるっていうのはすごいですね。いやすごいすごい、やっぱこれすごい数字だと思うよ。この出塁率っていうのはね、出塁率でさらにその三冠も取ってるっていう、そうなんだよ、そういう年だったんですね。でセリーグパリーグともに一人ずつ、あの、ね、落合さんとバース選手が取ってたっていう、もう独壇場だよね。だからまあそうですね、そのぐらいすごい活躍したっていう年ですもんね。じゃあこの年、はい、セリーグの、各チームのベストオーダーをちょっと見ていきます、はい、まず、はいはい、ヤクルト、最下位のヤクルトからなんですが、はい、1番栗山、はい、で2番水谷、3番若松、4番レオン、5番ブロハード、6番広沢、7番八重樫、うん、そして8番渋井で、ピッチャーは先発が、高野、あと尾花、そして荒木さん、ね、うん、で伊藤、うんうん、でな、中継ぎ抑えに中本という順になってます。あ、いやだからまあ徐々に新旧交代が現れてきたよね。まあ一番の栗山っていうのは今日本ハムのね、うん、栗山だし、監督、はい、で広沢が入ってきて2年目で入ってきてます、ね、っていうのも入ってきたでしょ。はい、うん、だから徐々に若返りを図ってきてるよね。そうですね、この中で最年長っていうと若松さんの39歳だったりとか。まあそうだね、はい、はい、なので20代前半と30代半ばから後半の人たちのこうなんかこう入れ替わりの見え始めた年だったというヤクルトは。そうだね、はい、はいはい。でベストオーダーの特徴なんですが、主砲の杉浦が外れ、はい、ブロハード、レオンの両外国人が頑張った、はい、で長年3番打者だった若松に衰えが見え始めた、うん、で投手陣では、ね、はい、投手陣は弱投ですね、弱投と呼ばれ、高野のみが2桁勝利だった、はい、うん、だ高野はいいピッチャーだったからね、速いし、うーん、ボールに角度あったし、はい、うん、でレオンが太陽から移籍したんだよね、はい、あ、ヤクルトに、そこ、あ、そうそうそう、で勝負弱いとか言われて、はい、そしたらうちの試合で監督の指示がレオンを敬遠しろと。おお、いやいや勝負弱いって出してて敬遠はねえだろうとか思ったんだけどね。なぜに、うん、まあまあそういうことが起きたんだよね。あ、そうだったんですね。結局そう敬遠したんですか。敬遠した、うん、勝負弱いと出したのに、ね、まあそう、はい。さあ、はい、5位の中日見ていきます、1番平野、2番鈴木、3番川又、4番ゲイリー、5番大島、6番宇野、7番中尾、そして8番上川で、ピッチャーは先発杉本、角、そして小松と、で抑えが牛島となってます。うん、まあ投手陣はそこそこだけど、やっぱちょっと点が取れなかったのかなっていう感じがするよね。そうですね、特徴としてもやっぱり宇野が不調で3番打者が不在となったっていう、うん、まあそうだよね、はい。で、4位の太陽を見ていきます。1番、はい、高木豊、2番、はい、加藤、3番屋敷、4番ポンセ、5番ローマン、6番田代、7番山下、8番若菜、そして先発は遠藤、木田、掛畑、そして抑えが斉藤昭雄と、うん、まあそうだね、来ましたよ、スーパーカートリオが。だからまあスーパーカートリオが来たよね。はい、あ、だからもうぐちゃぐちゃにするわけだけどさ、相手をうん、うん、書きます。でもやっぱね、ピッチャーがやっぱ遠藤さん一人だもんね。そうですね、二桁、木田さんっていうのも、はい、日本ハムの新人王を取った時には22勝ぐらいしたのかな、うんうん、その時すごかったけどさ、はい、まあそこからガタガタと落ちていってるからね。そうなんですよ、この年はなかなか勝てないよね、うん、そうですね、8勝13敗なので木田さんが。そうだよね、うん、負け越しのかね、まあ、うん、大きい。ただベストオーダーの特徴なんですが前の年より盗塁の数字は落としたものの、はい、スーパーカートリオは健在だった、うん、そして、はい、新加入のポンセが4番の役割を果たした。あ、まあそうだね、ポンセですよ、応援歌歌えますよ。
ポポポポーンポンセで。ポポポポンセ打て場外へですよね。ポポポポンセあ、そうなの。ポンセ打て場外へですよ。あ、そうか。そんなことしてもう聞いてらんなかったけど、俺らもう覚えてないですか、ゆとかさん。られるかな。覚えてねえよ。だからリズムは覚えてても、はい、歌詞は覚えてない。そうか、同じチームメイト、そう集中してるからそんな聞いてないわけですね。そうだよ。うん。あと、ポンちゃん頑張ったよ、でも。そうですよね、だってその太陽ファンじゃなくてもやっぱりポンセとスーパーカートリオを覚えてるっていうことはやっぱ強烈なインパクトがあったっていうことですもんね。だからポンセがさ、最近、うん、あのネットニュースで言ってたけど、はい、やっぱスーパーカートリオには感謝してると、うん、俺が打点を取れたのも、うん、あいつらが盗塁で走って帰ってきてくれたおかげだとか言ってくれてたけどね。ポンセ優しい。あ、だから嬉しいよね。うん、そういうふうに思っててくれたってことですもんね。まあまあそうだね。うん、はい、じゃあ続いて3位の日、阪神オーダー見ていきます。はい、1番真由美、2番広田、3番バーズ、4番岡田、5番柏原、6番佐野、7番平田、そして8番島田で、ピッチャーは、中田、伊藤、そして遠山、ゲイルで、中継ぎ抑えに中西、そして抑えが山本と。うん、まあピッチャーもそこそこ揃ってはきてるけどね。ただやっぱバースの加入っていうのがでかいよね。そうですよね、この年。ああ、それはでかいでかい。そうです、まさにベストオーダーの特徴。まあ、加入っていうかもう加入してるんだけどね、その活躍ぶりがっていうことですよね、この年の。でもそれで優勝できないっていうのは相当ピッチャーがダメだったってことだね。それプラスやっぱり掛布さんが離脱したっていうのが、あ、書いてあります。はい、掛布の離脱があり、4番を任された岡田の調子が上がらないシーズンとなった。まあ、ただバースは前年よりも増して打ったと。で、先発の、4番柱を確立したものの2桁勝利者はいなく、抑えの山本が抑えで11勝を挙げた。だから当時っていうのは本当打者が目立って、ピッチャーは全くやっぱりこう目立たない存在だったもんね、阪神は。あ、やっぱその打者の方が花形っていうやっぱりイメージでしたよね。まあ、そう、はい、で2位ジャイアンツオーダー見ていきます。はい、1番松本、2番篠塚、3番クロマティ、4番原、5番吉村、6番中畑、7番岡崎、8番山倉で、ピッチャーも揃ってますよ。先発江川、加藤、牧原、水野、西本で、これ斉藤正樹さんですね、斉藤で、はいはい、中継ぎに隅、そして、あ、中継ぎに1年目の桑田って、桑田真澄さん、あ、入ってきたね。中継ぎだったんですね、最初出たのは。で、ちょっとこのベストオーダーの特徴なんですが、まあ、1985年と同じベストオーダーのメンバーとなり、ま、マンネリ化を感じるシーズンだった。結構ちょっと辛口なんですけどね。ただまあ江川がエースの働きで、抑えの新外国人サンチェが活躍したおかげで、香取スミが中継ぎに回った。もうサンチェいたな。どんな、あ、サンチェってやっぱ球速かったし重かった。ああ、まあいいのをやっぱ巨人って連れてくるなっていう風な印象を持ってたけどね。あ、じゃあもうほんとなかなか出てくる、まあ、バランスのいいチームだよ。あ、ジャイアンツは。そうですね、ジャイアンツはね、うん、さあ、そして優勝した広島のベストオーダーいきます。1番高橋、はい、2番山崎、3番長内、4番山本浩二、5番衣笠、6番長嶋、7番正田、8番達川、そしてピッチャーもそうそうたるメンバーですよ、これ。先発北別府、川口で、金石、長富、大野、白竹で、中継ぎに川端、清川、そして抑えに須田と。これは豪華ですね。いや、あの、これはね、うん、みんなボールに力があった。あ、ピッチャー陣、あー、それとやっぱ特徴があったよね、みんなに。うん、それどんな。まあ、北別府さんは、うん、コントロールとスライダー、はい、で大野さんは力にスライダー、はい、ボールに力があってスライダーがあったんだよね。うん、で川口はこうダイナミックなフォームにこう抜いたようなカーブだとか、うん、いろんな特徴があったよ。で北別府さんがこの18勝、
4敗って4つしか負けてないってことですか？いやもう負けないピッチャーだから、すごいですね。いや打たれるのは打たれるんだよ、はい、でも要所ではやっぱ必ず打ち取るという素晴らしい、まあ、いいピッチャーだったね。さあ優勝しますね、このメンバーであれば、ね、でベストオーダーの特徴は、遅咲きの主砲山本浩二の最後の年だったと。そうだね、まあ、打点は少なめだったが主砲として務め上げた。投手陣では北別府、川口の左右のエースに加えて金石、そして新人長富の4人が2桁勝利、加えて炎のストッパー津田の投手陣は12球団の中でも際立っていた。いや際立ってたと思うよ。もうなんかつつくところがないですね。いやいや金石はやっぱ高身長でさ、うんうん、角度があって、そこからフォークボールとかあったからね、うん、でも嫌いじゃなかった対戦が。あ、金石さんとはですか？いやいや、あ、広島のピッチャー陣とは。そう、やっぱ楽しかった、燃えるっていうことですか？とにかく困ったら力のある人は力で来てたし、うん、北別府さんはスライダーっていうのがあったし、うん、だから読みやすかった。あ、そっか、読みやすかったけれども、なかなか打つのが、まあ打った。あ、豊さん、じゃあ相性は良かったんですか？悪くはなかった。だって向かってきてくれるから。あ、いいですね。あ、こっちも打とう。だから勝負をしてるっていう感覚だったね。なるほど。さあ、そして、はい、この年どういった出来事があったのか見ていきましょう。はい、まず、はい、4月の21日です、はい。阪神の掛布が名古屋球場での中日戦、6回表に斉藤学から左手首に支給を受けて退場、うん、で翌日登録抹消され、連続試合出場が663試合で途絶える、まあ、そうだね、うん、まあまあ、そんなに大して速いボールじゃなかったんだけど、当たりどころが悪かったんだね。ああ、しかも4月入って21日ってことはもうすぐですよね。いや、そうなんだよ、すぐ離脱なんだよね、うん、だからまあ阪神にとってはすごく痛かったと思うよ。そうですよね、うん、で同じく4月の今度は29日です。広島市民球場での、はい、広島対太陽戦で、広島太陽ともにチームで21安打で、うん、両チーム合わせて42安打を記録、うん、従来の1試合最多安打41の記録を更新。なお試合は広島が18対13で勝利。必ずボコボコの試合は太陽が絡んでるんだよな。なぜかそういう試合に太陽いますね。間違いないよ、本当に。だ、打っても打っても打ち返されるからさ、さっき投手陣の力量比べたら、はい、打者陣は結構前線してると思うよ、太陽は。そうですよね、打ってるってことですもんね。そうでしょ。ただ打ってるんだよ。でもピッチャー打たれてるっつんだよ。これは、そう、試合時間長かったでしょうね、きっと。めちゃくちゃ長いと思うよ。そうですね。ね、次行きましょう。5月の、10日です、はい。中日の宇野勝が名古屋球場での、あ、太陽戦ですね。8回表の守備から、うん、尾上明と交代したため、連続全イニング出場が302試合で途絶える。掛布さんもそうだし、うん、宇野もそうだけど、はい、やっぱレギュラーっていうのは休めないっていう時代だったんだよ。だから何連続試合とか1試合シーズン全試合に出場とかさ、はい、もう当たり前なんだよね、うん、当たり前の時代だったんだよ。だからデッドボール当たっても少々の怪我だったらもう本当に出場する、休むなんていうのは考えられなかったんだよ。大事を取って、今はね、大事を取ってっていうのありますけど、まあ、今はもう科学的にこういう箇所に当たったら、うん、無理して出たら逆に長引くっていう、はい、まあ、そういう計算をしてると思うんだけど、昔はさ、もうで休めなかった。選手大変だったんですね、うそういう時代。あ、だから宇野もそうだし、うん、まあ、加計さんのデッドボールっていうのもそうだけど、あの試合がね、何試合で止まるとか、うん、全イニングが止まるとか、うん、もうそういう選手がいっぱいいたんだよね。
あ、そうだったんですね。この時はそれがもう当たり前だったってことですね。当たり前だったんだよ、うん、でもじゃあ痛いのをその騙し騙しこう試合に出ながら治していくっていう感じなんですか。じゃあそう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 、痛いなんて言えなかったな痛いなんて言えなかった。いやいやいや、ほんと痛い痒みなんか言えないもん。あ、じゃあいいんだな、お前出ないんだなみたいなこと言われるから平気で。それです。レギュラー取って帰られる可能性たくさんありますもんね。そう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 、そういう可能性もあるからね。なるほどな、さあ6月に入ります。6月1日です。ちょっとピンポン来てすみません、はいはい、阪神の、ランディーバースが甲子園球場での対応戦で、第1打席で11号ホームラン、第2打席で12号を放ち、前日の31日の対応戦からの第4、第5打席での本塁打に続く4打席連続本塁打のプロ野球タイ記録を樹立する。何本打たれるんやっちゃう話やろ。前日からですよ前日からもうええ加減にしてくれよって思うよね、うん、うん。まあでもいいバッターだったねバースは。そうですね。ちょっとピンポンですけど、ちょっと待ってくださいね豊さん、一瞬いいですか。はいはい、さっとね、ちょっと、はい、いいですよ。はい、で、6月3日です。はい、広島は横浜スタジアムでの対応戦ですね。またなんかメモリアルな時、ま、対応戦ですね。9回表にプロ野球タイ記録の1イニング6二塁打、6つの二塁打で、セリーグタイ記録の5者連続二塁打を記録。二塁打よく打たれたんですね。いやこれはね、俺よく覚えてるのが、はい、セカンド守ってて、うん、やっぱカット前に走らなきゃいけないのね、うん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 、外野の間を抜けてったり越えてったりするからさ、そのたんびに俺外野手と同じように追っかけて、うん、カット前に入らなきゃいけないの、うん、よく覚えてるわこれ。もう疲れたもん何回走ったみたいな、何回走るんやねんってボケしっかり投げんかいって思ってたよセカンドから思ってたんです。こんなに打たれるみたいな、なかなかないですよね6つの2塁打。なかなかないよものすごいいい経験してるよねこれ。そうですね、いろんなことを学ばれてる経験はされてますね。いやほんとそうだよな。はい、そうですね、何と予防したらいいのかわからないですけれども、ほんとだよね、はい、さあ6月10日です、はい、今度は横浜スタジアムってことはまた対応ですね。またか、はいはい、すいません。ヤクルト対太陽で、ヤクルトが、はい、1回の表の、ワンアウト後ですね、若松、レオン、はい、ブロハード、広沢克美とセリーグタイ記録の4者連続本塁打を記録する、うん、よう打たれます。初回だろ、初回だろ、ワンアウト後です。1回のもうやる気なくなるよね。もうやめようやめようってなっちゃいますよね。いやでもね、はい、でもねホームランはまだいいよ、走らないから、うん、そうですね、あ見送るだけだからこうですもんね、うん、もうええ加減にしてくれと思うよね本当に。そうですね、さっきのも6月ですし、6月一体何回こんなことが。やっぱピッチャーって大きいな。そう考えるとそうですね、オッケーオッケー、うんね。で、6月後半ですね、26日になります、阪神のランディーバースが後楽園球場での巨人戦で8回表に22号2点本塁打を放ち、プロ野球タイ記録となる7試合連続本塁打を達成する。いやすごかったよね。すごい、だから王さんの記録がねあるんだよね。はい、で巨人戦で、うん、まあ、物議を醸し出したんだけどさ、はい、なんか勝負しろっていうことで、うん、7試合まで伸びたよね。あ、いろいろあったんですね。いろいろあるよやっぱね、うん。で今度7月になります。7月10日阪急の石峰が平和台球場での日本ハム戦、2回表にフォアボール四球を選んで出塁し、51試合連続出塁のプロ野球新記録を樹立する。あ、51試合だよ、まあ、すっごいですね。連続何かしらその試合で出てんだよ塁に。だずっと出続けてるってわけですもんね。いやだからもう疲れたと思うよ疲れる。でもさやっぱりね、いや疲れるよ、塁に出るって疲れるから。
そうなんですね。いや、やっぱ走らなきゃいけないし、それはね、塁に出たら塁に出たで集中してるし、はい、それは疲れるよ、うん、だけどやっぱりいいバッターの証明だよね。塁に出るっていうことは、出るっていうことは、うん、だから素晴らしい記録だと思うよこれ。そうですよね、はい、うん。で、この8月になります。8月6日、はい、西武は藤井寺球場での、はい、近鉄との戦い、まあ、近鉄とのゲームで2対7でリードされた8回表に、近鉄の石本から先頭打者の西岡がホームランで、続く伊藤が、デッドボール、四球で出塁した後、清原が13号2点ホームラン、2点本塁打で、続く石毛、ウコビッチ、秋山、太田がホームランを放ち、1イニング6本塁打のプロ野球新記録を樹立する。また石本は1イニング4非本塁打のプロ野球大記録になると。これはやっぱ豪快だな、西武はすごいですね。いや豪快だし、昔の野球っていうのは半端ないな、破壊力が。もう打ち出したらと破壊力がすごい、うん、でもファンがそれ望んでるから。まあそうだな、西武ファンってたまらんかったろうな。いやこの時代は本当そうだと思います。まあ今もそうですけど。いやでもね、ピッチャーも向かっていってたんだよ、うん、あ、そっか、この野郎とか思って、うんうんうん、でまたもうこんな打たれねえだろうと思ったら打ち返されてる。ちくしょー、こんなこれだ。もうちょっと考えれ、もうちょっと考えればいいのになと思うけど ね、 そうね。でも昔はもうイケイケだったから。あ、やっぱ時代もそうですし、やっぱプロ野球の中でも、まあ、うんうん、イケイケだった時ってことです、まあ、ね。ファンはそういうの楽しかったですもん、見ていて。まあそりゃそうだね、はい。で、今度ちょっと8月から飛ぶんですが、10月になります。はい、10月8日太陽は、近藤が監督を辞任し、新監督に小林が就任すると発表。あ、小林さんになる、まあ、広島で黄金時期を作ったじゃない小林さんって、うん、楽しみだったよ。ただこれで俺たちも優勝できるんじゃないかっていうふうに思ったよ。そっかそっか、そういうことですね。そうそうそう、そういうこと。で、10月12日です、はい、広島がヤクルト戦で8対3で勝利し、2年ぶり5度目のセリーグ優勝を達成します。そうだね、まあ強かったね、はい、そうですね。で、10月14日ロッテが南海戦でパリーグタイ記録となる1試合27安打で、落合博満が1回裏に50号2点本塁打を放ち、プロ野球史上初の2年連続50本塁打を達成する。落合さん、あ、 すごいよね。同じ14日なんですが、阪神のランディーバースがシーズン最終戦となる甲子園球場での太陽戦で、2打数2安打を記録して、打率を3割8分9厘とし、プロ野球シーズン打率のその新記録を達成する。すごい。やっぱね、夏場ぐらいまで、うん、8月ぐらいまで争ってたんだよね。豊さん、そうですよね。俺、3割7分ぐらいあったと思うんだよ。すごい早いアベレージというか。うん、で、バースも3割7分ちょっとぐらいだったんだよね。はい、で、チャンスあるなと思ってたの。うん、でも、ランディはそこから上げていったからね、打率を。おお、すごい。俺は疲れちゃってさ、もう。下がっていく一方だったと、もう止まらなかったもん。下がり方が。もうね、かなわないと思った。で、10月27日です。日本シリーズ史上初となる第8戦が広島市民球場で行われ、西武が広島に3対2で勝利し、引き分けと3連敗の後に4連勝で3年ぶりに日本一を達成する。達川さんが。はい。西武球場に入った時に、うん、おい、日本一取ってるチームがこんな人工芝でやっとんか言うて、うん、言ったんだよ、ポロッと、はい、それが西武の関係者の耳に入って、堤さんにの耳に入ったんだよね。はい、オーナーの。そしたら日本シリーズ後、うん、全部人工芝張り替えろって。おお、すごかった。やっぱその今西武 の意地というか、うっ思ったんでしょうね、プライドだよね、プライドが。あ、達川さんのその一言で、ね、人工芝張り替えたっていう。すごいな、なんともすごい時代。また達川さんも言うからね
ああ、これが日本一取ってる西武の銀行芝かって言っちゃったんですね。あのこれじゃあ言ったら、うん、全部変えたらしい。すごいな。でもやっぱこう時代が時代ですね。それで全部変えられるだけの、うん、できるっていうのは。ああ、スタミナがあったんだな。でただこの日本一を27日に達成するんですが、広島は翌28日です、広島の山本浩二が現役引退を、まあ、発表とか正式に表明すると、はい、まあそうだね、うん、まあ、寂しいよね。達川さんがその時泣いてな。ああそうだったんですか。ああもう浩二さんと野球ができなくなるっていう、まあ印象的なシーンがあったけどね。そうなんですね、うん。で10月29日なんですが、今度中日は新監督に星野仙一氏が就任したと発表する。こっからやっぱこうなんかセリーグが変わってくるんだよね。なんかギスギスしだすんだよ。その星野さんがやっぱり中日に入って、その怖さというか、もう中日の色が変わっちゃった。あ、中日の色が変わるんですね。今まで友達みたいな感覚だったんだよ。それが全く挨拶もしないとかさ、はい、で遠征行ったらボールを使わせてくれるんだよ、うん、中日の、うん、普通はね、はい、それも貸すなって、敵だから貸すなって。急に変わるんですね、経営は。だからフリーバッティングのボールとか、はい、その練習ボールを借りて、うん、でスタジアム来た時は中日に貸してとかやってたんだけど、うん、はい、足借りするなって、これ勝負だからって。おお、一気にピリッとし始めるんです、ね、もうそういうなんかこうギスギス感が出てくる。そう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 、まあそういう時代をだったね。なるほどね。でちょっとさっき、うん、山本浩二さんが引退発表っていう風なのをお伝えしたんですけれども、11月に入ると今度は中日矢沢さんが今季限りで現役引退する発表、うん、そして11月22日には西武の太田が今季限りで引退すると表明。なんかまあそうだね、うん、寂しい。なんか時代の変革期に来てるよね、各球団が、うん、まあ、ヤクルトもそうだし、若手が入ってきて、うん、で太陽もスーパーカトリオが入ってきてみたいな、でベテランたちがこう徐々にこう引退し始めるというね、はい、一斉をこうスターたちの引退が始まっていくという、うん、そういう年だったかな。そういう年きっかけになった年かな、うん、なんかいろんなこう変化がこう始まってくるような年になってきてる、その兆候が、ね、86年はね、うん、86年っていう感じなんですね。はい、ただやっぱ面白いことではないですけど、ただなんかいろんな メモリアルだったり、いろんなところにやっぱり太陽が絡んでくるっていうのはすごく印象的です。毎回もうね、ファンの方には申し訳ないって謝りたいわ。ね、また次86年までやったっていうことは、じゃあ次88年まで、あ、やるよ。はい、88年どんな年になるのか、はいはい、皆さん楽しみにしていてください。はい、はい。